ではいきますよ。はい、サボン。なんか濡れた気がする。様どうぞ。お気を付けください。電子店ね。お、はい、じゃあこのあたりの感触、触ってみてください。これ何ですか？この辺は骨があるんですが、下の方は水かきですね。ちょっと柔らかい。はい、じゃあ一回開けにします。はい、この大きなマヤシね、水中で使うとこんなにね、水も飛ばすことができるんです。よし。はい、ではですね、ここまでちょっと俊太くんの大きな前足、そして力強さ中心に紹介してきましたが、